はい、おはようございます。ここは、ね、八戸の駅なんですけども、今日今からね、盛岡まで行きます。八戸から盛岡というと、青い森鉄道、IGR、銀河鉄道、岩手銀河鉄道、または、東北新幹線ということでね、2つのパターンがあるんですけどもね、今回ねどっちで行ってみようかなと思うんですけど、まあね、昼までに盛岡行けばいいんで、時間はたっぷりあるんで、まあどうしようかなと思って、まだ何も決めかねているんですけども、とりあえずね駅の中に入っていきましょう。乗車券の区間をお選びください。領収書をご希望のお客様は、領収書ボタンを押してください。お札をお取りください。いやー、なんかね、青い森鉄道、IGR 銀河鉄道経由でね、盛岡行くとね、3110円かかるんですけども、所要時間が約2時間、新幹線で行くと3560円で、450円のプラスをするんですけども、わずか所要時間が、ね、30分弱ということで、圧倒的にね、こっちの方がね、コストパフォーマンスがいいですよね。てかね、盛岡、八戸から盛岡まで100キロちょいなんですけども、運賃が IGR 銀河鉄道、青い森鉄道とはいえ、3110円ってめちゃくちゃ高いですよね。これ山積の、まあ、流れっていうか結構きついですよね。似たような距離で新幹線経由で行くと運賃が1690円、見えるかな、1690円なんで約乗車券だけで倍ですよね。これだったらね、特急料金、新幹線特急料金1870円かかるとはいえ、圧倒的にこっち新幹線使った方が便利で早いかなと思って、新幹線にしました。最初ね、9時30分発のね、在来線で行こうかなと思ったんですけども、いや3110円ですし、2時間かかるし、新幹線ね10時17分のね、東京行きのはやぶさ16号乗ると盛岡までノンストップで行くので約28分、圧倒的にこっちの方がいいですよね。というわけでね、ちょっとまだ時間余ってるんですけども、ちょっとね八戸駅の中で、待とうと思います。いや、結構新幹線ガラガラかなと思ったんですけど、意外と混んでまして、まあちょいちょい空いてはいますけども、まあ盛岡まで28分ですし、まあ立っててもいいかなっていうことで、まあ、 立ち席特急券なんでね、空いてる空席にお座りくださいとはあったんですが、まあ28分でノンストップで着くし、まあ窓側車窓を楽しむんだったらね、無理して座ることもないと思うんで、このまま立っていきましょう。
参ります。小町号と連結をいたします。連結作業のため5分ほど停車いたします。10時50分の発車です。発車までお待ちください。これを出ますと次は仙台に停まります。本日も早草号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく盛岡到着です。Thank you for the service.というわけで10時45分に、時間通りわずか28分で盛岡駅に到着しました。9時30分に出発した、普通列車に乗ると11時18分に、盛岡に着くのでその差は歴然としているんですが、それに対してね、差額が450円といってわずかな金額になります。第三セクターということでやっぱりね、運賃部分がね倍近いのがやっぱり大きいかなと思います。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。